っっちゃったわーということで、えー、皆様、こんにちは MG でございます、えー。本日はですね、ポ、えー、ケットモンスターという脱出ゲームをですね実況プレイしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。えー、もう最近ね、本当脱出ゲームハマってます。あのー、なんて言うんですかね、まあ、動画として撮って、あとね、こう動画にできないなーみたいな内容系のものはですね、1、あのー、人で普通に無言で楽しんで寝るみたいな生活をしております。すごいね。 楽しいめっちゃ余ってますというかね、ポケットモンスター脱出ポケモン研究所ということで <laughs>。いいよね、こういうゲームね、僕好きですよ。なかなかね、面白いと思います。これピカチュウだね。僕で、ね、ルビー・サファイアしかわかんないんで、ここのね、ブタさんとこの右のなんだろうな、この子はわかんない。みんなポケモン知ってるこれ右左右のさ、名前何ぜひね、知ってる方いたらあのコメントで教えてもらえると嬉しいです。じゃあやっていきましょう。 私は生物研究者。今日はポケットモンスターという未知の生物を研究しにやってきた。なるほど、なるほど。だから、ボケモン研究所に来たんだけれども、だから手違いでドアがロックされてしまった。オッケー脱出しようか。おい、来た。なるほど。早速来るのが君ね。オッケーオッケー,オッケー。で、ここがキーになってて、これ、ドアね、オッケーです。で、次の面が、なるほど。ピカチュウにいた。これは何だい何のコードだ うんとりあえず何かしらを充電するコードということだけが分かりましたじゃあ次行ってみましょうあ何この絵紙だ <laughs> え違う何だこうなんだろうなあなまるが書いてあるみたいなそういうことじゃないんだねなるほどねこれ何バールかなるほどなんかバールっていうとねすぐあのバイオハザードを思い出すやめてよねまったくあ火非場所をしたなるほどねうーん次 上にある何かしらが届かない、なるほど、金庫ですね。という,というのはね、だいたい、あもうアンテック行きましょうか。はい、ということでね、えー、金庫を見つけましたので、だいたいねあの、脱出ゲームのあるあるといえば、こういったものをですね、角っこをクリックすると、裏側に何か物が落ちてるよと、あ、ありました。わざとらしすぎ。<laughs> わざとらしすぎないか。やめて、全く。すごいわざとらしいよね。まあ 普通に見つけましたたかったですこれが届かないっていうことはまあ、はしごなりねなんか脚立なりこう上に行くものを持ってくるんでしょうそれかポボケモンだからね空を飛ぶとかを使ってこの空中の方に行くんでしょうかそれは知らないなはい次あーもうここで初期画面ねな,なるほどなるほどとりあえず鍵をゲットしたんでこれここさせさせるんだな <laughs> こういうのさこう普通違う面にあるさこう何かしらのロックをさ解除すると思ったら 目の前、意外とね、あの、やっぱ、誰でも楽しめるようになってますね。開けてみましょう。おなる,なるほど、なるほど。3DS か、いいね。MG さんも 3DS 欲しいわ。アダプターがあるってことは、電池切れてんのか。なるほど。ということは、コンセントを探さなきゃいけないですね。うんとりあえず、ここは、まあ、バールで外すんでしょう。おお、はしごだよ。ということは、えー、今んとこ、アイテムとしては、えー、コード DS 紙。 にはしごにバールかなるほどなるほどじゃあとりあえず上のものを、えー、はしごで取りましょうと OK ろうそくをゲットしたうんなんかこれ以上他にゲットできそうなものがないんですよねこのポケモン研究ポ <laughs> ケモン研究所とかいながら普通の部屋だからなこれうんでもコンセントがないんですよねまさかだよね <laughs> まさか君にお願いすることはないよねコンセントはい ピカチュウだ <laughs> やっぱピカチュウではなくてピカチュウって言うんだねなるほどいいねいいねいいねちょっとちょっとなんか硬派だねいいよ <laughs> <laughs> なるほどなるほど,なるほどコードを渡すんじゃなくて 3DS を直接シャコッと渡すともう充電してくれるっていうねピカチュウ素晴らしいねなるほどねうーんだとするとこれを回収していいですね DS の充電ができましたよと で DS の充電ができてるんでこのアイテムを見てみましょうかん紙今持ってる紙分の3 d s かけるろうそくなるほど割りましょうっていう話ですねで上に305って書いてありますねこの305が何かわかんないです、まあ、これがね多分大きな謎解き要素に、えー、なってんだと思いますとりあえずねポケモンに何かするっていうのはよく分かった君は「火火か 火ということはもう決まってるよな。ろうそくに火をつけた。素晴らしい。いいねー。順調ですよ。ということは、水玉模様だから、水玉水模様だから、君にシャコット。5。オッケーこれでね、これでだいぶ、謎が解けてきましたよ。なるほど、なるほど、なるほど。ここまで来たらね、もう割とクリアは近いんじゃないんでしょうか。詳細。うーん、でもないな。だって、これに、 水玉の5で割るんですよね。ということは5で割るっていうことは 3DS が305。305× ロウソクの数字。ただ残念ながらロウソクの数字が出てないので、ちょっとわかんないですね。火つけたし水で消す消せんか。火つけたし電気、ビカチュウか。ロウソクに火をつけた。ん消えてる。消えてるが、待って。これさ、待って。アイテム詳細これなんだけど、アイテム詳細これなんだけど、 下の方にさ、なんか小さく書いてあるよねここ。ここ書いてあるよね、数字。すんごいちっちゃいけど。めっちゃちっちゃいけどさ、ここ数字書いてあるよね。やばいな、これ。この数字を見るゲームになってきたぞ。<laughs> この数字をな、見るゲームになってきたぞ。なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ、とりあえず、この数字をかけて、えー、割った方がいいんですかね。えー、っと、これ、8かな。 8っぽく見えるなこの感じだと、えー、ちょっと8っぽく見えるんで、えー、8で計算してみてみますだってこの画面でこれなんだよあの画面さ普通なのにさおかしいよね、えー、で305なのでえー、っとあれいくつだっけ305 30でかけましょうっていう話だったんだよね305でかけましょうっていう話だったんで 305×8 だとすると240か 合ったぶんた多分,分240だよね今ね、あのー、一応右側のサブ PC でねもう一回計算してみるえだってさ305でしょ 305×8 だったらさ2400だよね2400だよね合ってるよね2400だよね2400だからうん2440だもんね4024402440 を5で割りましょうって話だよね2440を5で割りましょうって話だから2 4 4 0る5は488だよねえ百488で合ってる ?2440 合ってるえ待ってごめん全部暗算だから分かんない2440だから,だ,からだよね,ね2440だね割る5だから多分488この数字が8だと仮定すると、えー、488ですね なるほど何も起きないということは数字が違う可能性があるな数字が違う可能性が今浮上してきましたよとうーんということはちょっと数字が見えにくいが3かこれ3かなこれ8位かね3だと思うんですよね僕的に。 <laughs> じゃあ次は3だと仮定してみましょう3だとしたら915ですよねだって305だもんね300だ,だとしたら915だよね915割る水玉は5だからえっ、ー、と 183? で合ってるかな183だから183ういーきた やった3回 <laughs> まさか脱出ゲームのさあの攻略の鍵が目で見えるか見えないかっていう壁だったっていうのはねちょっとびっくりしたやったね脱出成功嬉しいということでですね、えー、皆様最後までご視聴ありがとうございました、えー、今日はですね「ボケットモンスター」という脱出ゲームを実況プレイしてみましたがいかがだったでしょうか明日はねちょっと気分転換に違う うん、動画にしててみようかなと思っております前のねあの、アップした動画であの、僕がハッピーエンド、ハッピーエンドって騒いでたね、あの動画があったんですけど、えー、実はそれがね、ハッピーエンドじゃなくて、バッドエンドだったんだよね、みたいな話があったので、ちょっとね、あのサイコパス診断的なやつをね、えー、ちょっとやってみようかなと思います。 やっぱね、あのちょっと、ななんですか絶対まあ,ありえないんですけど、まあ1回くらいねそういうのもやってみてもいいんじゃないかなと思ったので、えー、次の動画はです、ね、サイコパス診断。 やってみたみたいなね、感じの動画にできたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。あ、ほんね、ぜひね、コメントで、あの、知らないポケモン水と火のやつね、あの、教えてもらえると、めちゃめちゃ嬉しいでござるということで、えー、ぜひですね、今日の動画が良かっ,った方グッドボタンとチャンネル登録も、えー、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、以上でしまた明日はですね、えー、サイコパス診断の動画でお会いしましょう。めっちゃ楽しみだわ。<laughs> めっちゃサイコパス診断楽しみだわ。人生で一回もやったことないからね、心理テスト的なのあんまやんないからね、 ということで、じゃあ皆さん、また明日。バイバーイ。